もっと作っちゃおうかな。あ、水確実に減ってますね。あとは研究室か。ベッドここら辺作りたいんだよな。ん？ダイアリアだから下痢。下痢ですね。ケビンさん、下痢。どうしちゃった？メディスンがないぞ。ベッドを早く作んなきゃ。これはまだ入ってないんだね。ポンプはこっから。酸素が足りない？本当？あまり良くないのかな。お、やばい。これは壊してあげて。しかも、プライオリティは9。よいしょ。できないな。プライオリタイズが。早くやってきて。よしよし。よいしょ。ごめんね。苦しかったんだね。よいしょ。死んじゃうとこだった。よいしょ。ミープ。ミープどこ？こいつか。ミープなんか不満。手が汚いよって。よしよしよし。さあ、酸素濃度はどうかな。ここはまあぼちぼちいいね。激しく悪いね、ここ。激しく悪いのもまずいね。ので、これを作っちゃいましょうか。ここに、よいしょ。よしよしよし。水がどんどん減ってくる。お、まさかこっからこう貫通してんのかな。そんなことない？なんだろう、この二酸化炭素ってどっから来てんだ。ここだよな。ちょっと早々にいろいろ研究が必要かもしれないな。ガスとかも通らないタイルとかを考えないといけないかもしれない。よし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 。頑張れ頑張れ。そろそろベッドを作ってあげたいな。ちょっといいかな。おっと、これでいいや。
丈夫か、トイレ行きたいよって。よしよしよし、お、削り始めたな。じゃあもうこれを待たずしてですね、ベッドは作っていきましょう。ここ、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 1,2,3,4,5,6で、一人離して7ね、こんぐらい離したらいいかな。よし、で、誰だっけいびきするのは。誰だっけ、ミープじゃなくて確かカールじゃないか。カールがいびきするんじゃないか。そうだ、だからカールこれよいしょね、これカールだよって言ってるよね。あとはいいんだよ。お、ちょうどベッドができた頃でおやすみなさいと。いいねいいね。あれ、なんでミープ。ちょうどよかった。ミープ、ベッド。ミープ、ミープ。よしよし、向こう行って。タイヤだよね。で、あとさ、このシーリングランプを作って、使ってあげて。あれ、もうちょっとこれ、上に行けんだ。ああ、そうなんだ。天井、もっと高くしようかな。大丈夫かな。うん。天井高くしちゃう。多分これがやっぱこう来てんだよな。ガスの流入が絶対あるんだよなこれ。ってことはでもここまであれしなきゃいいんだから天井高くしちゃおう。で光をこう通す感じで開放感のあふれるね、状況にしたいですね。こんぐらいだよね。しまったな。まあでも幸いここからここまで来てないから大丈夫かな。ここへすごい空気がある。あ、ここもすごい空気がある。カッパー少なくなんだろうな、どんどん。ミールウッドが全然育たないですね。温度は普通だよね。ミールウッドは全然育たないね。なんでだろう。温度は大丈夫そうなんだけどな。どなたか分かったら教えてください。ミールウッドがなんか全然育ってないような感じですね。
で、そういえば誰かさん下痢してたよね。誰だっけ？大丈夫だったのかな？ピエール。お、下痢治ってる。だけども、不満が溜まってるな。ミープ。なんだ？何の不満？おしっこ行きたい。